はい、コインレイドットコム新聞土井です。今日は、元バレーボール、女子の日本代表でいらっしゃいました迫田沙織さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらですね、迫田さんのことをご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、改めてちょっとご本人で自己紹介の方をお願いできればと思います。はい、元女子バレーボール日本代表の迫田沙織です。鹿児島出身です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとバレーボール始められたのはいつから始められたんでしょうか。バレーボールは小学校3年生の時に姉の影響で始めました。はい。で、そこで、鹿児島で、今も鹿児島の方にお住まいだと思うんですけども、日本代表に一応、なるまで、でそこで最後の、ね、ロンドンオリンピックでも大活躍で銅メダル取られたと思うんですけど、もともとあれなんですよね。だから高校に関しましても特段強豪校で、あの全国大会ですバリバリ活躍してたっていうわけではないっていう感じなんですよね。そうなんです。あの小中高と地元の学校に入って、うん、高校生でもよくて県で2位とかいう成績でしたね。はい、はいはいはい。そこからその高校生の時で特段今解説されてたその春高バレーだったりとか、はい、そのインターハイとかそういったところにも出てるわけではないっていう感じなんですよね。そうなんです。春高インターハイには出場していなくて、国体には高校1年生から鹿児島代表としてユニフォームを着させてもらっていました。はい、あ、なるほど。チームとして高校生の時に強豪校に行けたのに行かなかったっていうことなんですよね。あ、声をかけていただいてたんですけど、そうですね。そんなに上を目指すとか向上心が強い方ではなかったので、地元の学校に行って楽しくバレーボールをしたいなっていうふうに思っていましたね、学生の時は。その楽しくバレーボールをするっていうところでやっぱり強豪校に行くのではなくて、ちょっとお姉さんも行かれてたその高校を選ばれたっていう感じなんですよね。そうなんです。はい。でもあれですよね、その基本的に強豪上手になりたいっていう人で強豪校に行ったりもする方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方にまあ結果的にはこうね勝っていったみたいな感じになってるわけじゃないですか、客観的には。だからそれはご本人で振り返ってどういったところがこう成長につながっていったっていうのは何かありますかね。学生の時ですか。はい、そうですね、成長につながってるのかはちょっと分かんないんですけど、はい、でもやっぱりこう強豪校に行ったら上のトップの人たちと練習できたりだとか、そういう厳しい環境で生活を送る上で人としてもこう成長できたりだとか、うんうん、プラスになる部分ってたくさんあると思うんですね。その辺はすごく、うん、なんだろう、絶対に人生で大切なものだと思いますし、そういう時期だと思うんですけど、でも私の場合は楽しく普通に女子高生の生活をしていて、うんそうですね、楽しくしていたけれども、うん、そういう楽しくやっている姿を見てくれている人たちはいるんだなっていうふうに思いましたね。まあ、楽しくのびのびとやってるその迫田さんを見て実際にこう、ね、スカウトとかそういったところにもつながっていったみたいな感じですよね。そうですね、もう普通の私をというか仲間と楽しくやっている私を見て声をかけてくださったっていう感じですね。そうです。ちょっと後ほどそういったところも詳しくお聞かせいただきたいなと思うんですけど、まあ、最近ですね講演会もスタートされたと
ということでですね、その講演会の、テーマだとか、はい、そのお届けしたい、まあ、聴講者の方々ってどういった方かっていうのをお伺いできればと思いますが。そう、学生さんはもちろんなんですけど、こう現役の時に肩を痛めてしまったりして、そういうトレーナーさんにもすごくお世話になりましたし、なのでそういうトレーナーさんにもお話しさせていただける機会があればなと思いますし、あとスポーツって言ったとしても会社とあまり変わりはないんじゃないかって思うんですね。こうやっぱりこう協力し合うだったりだとか、なのでそういう方たちにもこうお話しさせていただける機会があれば嬉しいな、ありがたいなっていうふうに思います。そうですよね。なんかその先輩と後輩の関係性だったりとか、まあそれがうまくいったからこそ、そういう迫田さんも活躍ね、していけた部分もあると思いますし、なんかそういうところもぜひね、お話しいただきたいと思うんですけど、具体的な講演テーマってどういうものでお話しされることがありますか？私が伝えたいなっていうふうに思っていることは3つあって、頑張っていたら必ず見てくれている人はいるっていうことと、助けてくれる人、手を差し伸べてくれる人がいるっていうことと、あと一人で抱え込まないでほしいなっていうことを伝えさせていただければなと思っています。最初のポイントとしては、頑張っていたら必ず見てくれている人がいる。それはやっぱり自分がその強豪校でバリバリ活躍、ね、できなかった部分とか、してなかった部分とかじゃなくて、その伸び伸びとやってるものをですね、しっかりと見ていただいている方がいるとか、まあ、そういう感じですかね。そうですね。続けていたり頑張っていたら絶対に見てくれてる人いるんだなってすごく思わせてもらいました。そういう方々にすごい救われたので、それをお伝えさせていただければなと思っています。なるほど。でもあれですよね、その最初に実業団の東レアローズに入って、で最初のデビューの試合の時までってどれぐらいの期間が終わりなんでしたっけ？そうですね、東レは結構1年目からユニフォームを着させてもらう時も多々あって、コートにも何回か出させてもらってたんですけれども、はい、メインとかではなくってポイント、ポイントでだったんですよね。ああ、なるほど。はい、でも本当にスタートで出させてもらったのは4年目からですね。はあ、そこまでの期間っていうのは、まあ、一般的に4年間ってアスリートにとってのこう主力になるまでの、ね、4年かかってるっていうところだと思うんですけど、アスリートにとって1年1年ってすごくね長い期間だと思うんですが、はい、結構心が折れそうになるとかそういったものとかってやっぱりなかったんですか？いや、もうめちゃくちゃありました。入部して1年目の時だったり、もう数ヶ月でもう私はもう来る場所を間違えてしまったんじゃないかっていう、先輩とのこのバレーボールに対する熱の温度差だったり、そういうのを感じて、もう、ちょっとこう、折れてましたね。ああ。でもそこで続けられてたっていうのは、やっぱりなんかあったんですか？その先輩との関係性とか、そういったものがつながれてたとかって、そういうのはあるんですかね？練習も全然できないですし、バレーも全然できなくって、気配りとかも全くできなかったんですけど、やっぱり育てようとしてくださる先輩方、スタッフの方々がいたんですね。そういう方々のおかげで、なんとか踏ん張ることができたのかなって思います。セッターの中道選手、とかも、レギュラーでその主力じゃない時も、最初の方からね、トスを上げてくれてたっていうお話もあったと思うんですけど。はい。そうなんですよ。やっぱり下手くそなのでコートに全然入んなくて、ボール拾いが多かったの でチーム練習が終わった後に自主練でこう少し練習してたんですけど、やっぱりバレーボールって一人じゃできなくって、誰かがいてくれないとできないって時に、中道さんが遅くまで
私にトスをずっと上げ続けてくれて、うん、本当に支えてもらって、でチーム練習の時にちょっと打てたらすごくこう声をかけてくれたりだとか、そういうふうにこう細かい部分を見てくださったり、力になってくれましたね。それが本当に褒めるだけじゃなくて、しっかり厳しい言葉もかけてくださったりしてくれたので、信頼できたっていう部分はありますね。だからそういうやっぱりこう日頃の関係性だったりとか、なんかそれ、そのそういう姿勢、バレーボールを楽しもうっていう姿勢が、その周りをね、周りとうまくこう関係性を保てられたのかなっていう感じですかね。どうですかね。私はもう本当に周りの方に感謝しかしてないですね。自分は特に何もしてなくて、周りの方がこう導いてくれたっていうふうに思っています。結果的にこう、すごい迫田選手、迫田さんとして、その高校生で、で、まあ実業団に入って、で、それで、あの、オリンピックまで出て、で、しかも最後のスパイクまで決めてと、っていうことで、ね、それの結果が、やっぱ周りがそういう導いてくれたっていうふうに思えてるってことですよね。本当に先輩方、スタッフの方々がいなかったら、私3年で東レを辞めようと思ってたので、うんうん、きっと今の私はいないんじゃないかなっていうふうに思いますね。最初はもうじゃあ3年ぐらい頑張って、そこでちょっとやめようかなみたいな感じだったんですか、最初は。ここの環境というか、ここの世界には私は多分入れないなっていうふうに、こう邪魔なだけだなっていうふうに思ってたので。はあ、なのでこう3年経ったら辞めて鹿児島に帰ろうと思っていました。でもそこ続けられたっていうのはやっぱり中道さん以外にもいろんな人 あのチームの方々に支えられたみたいな感じですかね。いやもう本当におっしゃる通りで、うん、チームの方々のおかげですね。でそれでオリンピックの日本代表に選ばれるのは何年2年目で、そのコートに出て、コートでプレーができて、そこの年ですね、その年ですね。ああ、じゃあもうそこですぐに日本代表に選ばれてっていうことですよね。で、そこでオリンピックは2度出場されていらっしゃると思うんですけど、はい。はい、ロンドンとリオですよね。で、ロンドンオリンピックに出場されたのはその実業団入って何年目ぐらい？何年ですかね。7か8、うん、あーぐらいですかね。もうそこでもう大活躍をしたということですね。全然です。代表でも本当に、はいはいはい、やっぱり実業団もそうなんですけど、代表ってなったらさらにすごい人たちしかやっぱりいないですし、うん、こう替えなんてたくさんいるんですよね。なのでちょっとでもこう手を抜いたりだとか気をこうちょっと楽にしたりだとかした瞬間すぐにこう違う選手が来たりだとか、はい、私はどっちかというと12名に選ばれるか選ばれないかの本当に崖っぷちなところの選手だったので、全然活躍したとは言えないくらい。でもそういう状態って結構客観的に見てすごいプレッシャーだと思うんですけど、そういう時ってどういうふうに保たれたりしてたんですか？そうですね。まあ、ロンドンオリンピックのメンバーに入るか入らないかの時は、せっかく入るか入らないかのメンバーまでの段階まで選んでもらったんだから、もう一踏ん張り二頑張りしようって思って、でもそれはきっと自分のためだったら何もできなかったと思うんですね。頑張りって踏ん張れなかったと思うんですけど、もしオリンピックに選ばれてそういう選手になったらきっと家族が喜んでくれるかなと思って、家族のためにちょっと頑張ろうと思って、頑張る力をもらいましたね。そっかそっか。それも
人が導いてくれたっていうところにつながってくるっていうことですね。そうですね。はい。一応ですね、迫田さんは最近ね、講演も始められてね、こうやって、オンラインでも、リアルでもね、やっていただくというふうに思うんですけども、その迫田さんの講演とかを、検討されてらっしゃる方に向けてですね、なんかコメントの方をいただければありがたいと思います。私はもともと、こう、エリートを突っ走ってきたタイプではないんですけど、そういう人でも人の助けだったり、そういうものをいただけたらいくらでも人って変われるんだっていうことをお伝えさせていただければなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。